皆さん、はじめまして。司会のボケ太郎です。今回のテーマは、日本史の変顔。日本史といえば、お堅い人物を想像すると思いますが、今回は笑っちゃいけないけど、笑っちゃう人物の肖像画を紹介しましょう。まずは平安時代の人で、日本初のイケメンプレイボーイと言われている、在原業平さん。関係した女性はなんと3733人という、本当かよ?と突っ込みたくなる人物ですね。はい、ドーン。どうですか?さすが日本初のイケメンプレイボーイですね。さりげなく手に持った筆が、女性を惑わすペロモンを出してますね。大きな顔によく似合う流し目も女心をくすぐっています。はい、では次。富岳36景とかの浮世絵で有名な、葛飾北斎さん。自画像です。はい、ドーン。鬼ババアですか?自画像なんだから、もうちょっといい男に描けばいいでしょうに、あくまで常識にとらわれない、お茶目な葛飾北斎さんでした。はい、次は、同じく画家で、某鑑定団なんかでよく名前が出てきますね。谷文晁さん、はい、ドーン。なんだ、普通やん、って思ったあなた、もう一枚見てください。はい、ドーン。かなり怒ってますね、この顔。最晩年の谷文晁さんなんですが、一体彼に何があってこんなになってしまったんでしょうか。2枚を並べてみます。いやあ、人間いつも笑っていなきゃってこれを見るとつくづく思いますね。はい、次はちょっと有名人を言ってみましょうか。幕末の有名人、高杉晋作。親の金使って遊びまくったり、趣味のついでに倒幕したりと、何かとスケールのでっかい人です。はい、ドーン。写真ですね。馬面ですが、キリッとした武士らしい顔してます。普通でしょと思ったあなた、ではこの写真を記憶したら次の絵を見てください。はい、ドーン。誰だこいつはって感じでしょ。実はこれも高杉晋作です。おいおい、こりゃただの百姓の親父だろと突っ込みたくなるのはさておき、これは幕末当時、高杉晋作を捕まえるための手配書です。つまりモンタージュ。こんなんで捕まえられるはずないと思いません？まあ実際捕まらなかったんですけどね。さて、日本史の変顔いかがでしたでしょうか。このシリーズ、また面白い肖像画を発見したら第2弾を発表したいと思います。それではまた。